はい、皆さんこんにちは。イエーイ。はい、今日の企画は何ですか？今日はエシリトリをしまして、私とにちょっと抜き打ち携帯チェック罰ゲーム。あー、めっちゃやだ。めっちゃやりたくないので、めちゃくちゃ絵をうまく描きますはい、ということで私たちはあまね以外ちょっと絵心がない芸人なので、一旦ちょっとエシリトリをします。で、エシリトリのルールは10秒以内に絵を描いて次の人にパスして、書かなくなった人が負けプラス、描いて間違えた人も負けです。はい、ということで早速やります。はい。はい、じゃあ今から、はい、さあから始まるので、レディーゴー。10、9、8、7、6、終了。はい、次5分間のブ、あ、5秒間のブレイクです。はい、わかったよ。はい、イージー。合ってる、合ってる。え、すごい。1、終了。合ってます。6、5、4、3、2、1。なんだこれ、なんだこれは、なんだこれは、なんだ。だってここまで順調だったから、ここまで。なんでちょっとヒントは北海道のアカンコ。えぇ、それでこれ出したの？わかった？それちょっと北海道のやつ。え、これイコールこれってことやろ？同じ。うん。この T 大事、大事、大事。罰ゲームを開始していきたいと思います。さんがちょっとかわいそうかもしれない。許可がいる。そう、あ、やばい、ごめん、開いちゃった。いいよ。うん、まあ、罰ゲームは決まってないけど、いいんじゃねーで終わりでいいんじゃねー。まあ、もういっか、別にいいか。罰ゲーム決まりませんでした。罰するほどのことでもなかった言い出したよ。罰するほどのことでもないな